クッキング。どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回はお久しぶりのカレー部でございます。本日幕張ベイパークのイオンスタイル2回目となります。こちら幕張ベイパークの2棟目スカイグランドタワーもだいぶできてきましたね。もう一番上までできてクレーンも撤去されましたね。こちらのスカイグランドタワーなんですけども、西向きとですね南向き、そして北向きもですね売れ行き絶好調です。で東はですね結構残っております。でブログ等でもお伝えしているんですけども、東向きに関しては将来的にですねマンションミュージアムとかがある付近にタワーができますので、それが被ってきますよっていうところと、クロスタワー、こちら1棟目ですね、1棟目のクロスタワーの東向きは半永久的に眺望が保たれると、上の方に行くともう一生涯カーテンを閉めることなく生活できるぐらい、開けてるので、まあ、東向きを買うならクロスタワーだったよねっていうところもあると思います。まあそれでも十分利確取れますけどもね。まあ、ただやっぱり西と南北側特に高層階売れちゃってるので、3棟目を待ちますっていう方も徐々には増えてます。スカイグランドタワーの東側で今3棟目のですね建設が進んでおります。2020年の6月1日に着工しまして、2023年の12月31日に完了予定ということで、入居だと2024年になりますかね。タワーが37階、スカイグランドタワーが48階、そして3棟目43階でございます。まあ749個なんでだいぶでかいですけどもね。でスカイグランドタワー側のデメリット、これです。京葉線の電車の音ですね。これはもうしょうがないです。スカイグランドタワーとこの3棟目、そしてその後さらに東にできる、タワーに関してはもう線路近いです。なので南に向かう方はそれなりに覚悟が必要です。もうそれが嫌よって方はクロスタワーか、もしくはクロスタワー並びにできる、塔を買うしかないです。まあ、それぞれの塔にメリデリがありますよね。クロスタワーの南向きに関しては公園ビューになるっていうのは非常に強みなんですけども、この先3棟目そしてこのスカイも視界にかぶってくるんですよね。その代わり南向きでありながらも電車の音がですねそこまで気にならないです。私も中何回かいろんな部屋入れさせていただいてますけど、クロスは南と西でも電車の音やっぱ気にならないですね。この距離が離れるからなんでしょうね。スカイグランドに関してはまあ実際まだ室内入ってないんで何ともですけど、音は上に響いてくるのでやっぱ真横ですからね。そこは、音の面ではスカイ側はデメリットなんですけど、その代わりあのベイタウンの、板満越えてくれば、まあ、半永久的に眺望が、抜けるっていうのは魅力ですね。電車の音が嫌よって方はもうこっちのクロス側を買うしかないですね。クロス並びにできるタワーであれば電車の音がさほど気にならないです。ただクロス側の並びはしばらく経たないですね。10年後ぐらいとかには経つと思いますけども、一番静かなのは現状ただクロスの東側ですよね。海は見えないけどもカーテンが一生いりません、電車の音も気になりませんっていうところですね。それでも線路からそこそこ離れてるんですけどね、なんか目の前ってことではないです。ただあっちのクロス側と比べれば近いよって感じですね。線路のもう真横って感じではないです。もうこれだけ広い土地がありますからね。しかしカード面もまたこれかっこいいっすよね。すげえよな、これが坪200ぐらいで買えるんだから、なんかもうバカバカしくなっちゃいますよね。この都心の価格とか見てると。電車が通るまで待ってみましょう。あと電車以外にこの車の通りも近いってのは、まあ、一つデメリットにはなりますかね。あっちのクロス側の方は目の前車ほとんど通んないですからね。
まあ、実際これが竣工して入居し始めると両方体感できるからいいですよね。なんか売り方がやっぱ面白いですよね。まだクロスの時は何にもなかったので、なんとも想像がしづらいって方が多かったでしょうけど、このスカイが立ってきたことによって、で来年になれば中も実際見れますからね。で中古で流通し始めた時も、まあ、中古同士の比較で、眺望が抜けるこっちのスカイの列がいいのか、ちょっと静かに暮らせる、後ろ側がいいのかなんていうのも人それぞれ好み分かれますからね。京葉線が来ました。ございますね。まあ、実際に部屋の中からじゃなきゃ分かんないですけどね。もうこれが嫌よって方はクロス側行くしかないです。幕張ベイパーク気に入ったんだけど、この電車の音だけはね、やっぱ窓開けて生活した時にんっていう方はもうクロス側行くしかないです。まあ東スカイでも東海は少しは軽減されますかね。でも目の前じゃないですけどね。まあそれでもうるさくないって言ったらこれは嘘にはなるでしょうね。窓を開ければ聞こえてくるでしょう。特に音上に行けば結構響いてきますからね。あとはカーテンを閉めるか閉めないか問題ですよね。そういうどっちの生活がしたいかですね。多少レースとか閉めてもいいから、日当たり欲しいよって方もいれば、日当たりよりももうカーテン閉めるのが嫌よっていう方ですよね。で現状で西、スカイグランドタワーの西側に関してはどうしてもこの幕張ベイタウンの方のタワマンもあって、あっちがバルコニー、こっちのスカイ方面向いてるんですよね。だからまあ多少気になるっちゃ気になりますかね。それでもまあカーテン閉めない方はいるでしょうけども、で完全にもう前立てがなくて一生涯、カーテン閉めない生活ができるのはスカイの北向きの上の方ですかね。あっちは何もできないはずなので、スカイのコース北向き構想はカーテンいらないと思います。あとはクロス側だと東向きですかね。東の構想もまあ斜めに後発といずれ立ちますけど、斜めなので真正面としては何も被らないので、そっちもカーテンいらないかなと思います。ただ眺望あんま面白くないですよね。その代わりカーテン閉めなくていいんだけども、別になんかすごい面白い眺望があるわけじゃないので、やっぱ面白い眺望は西と南の方なんですよね。ただ西と南はどこ買ってもかぶりとまでいかないですけど、正面向くので向こうのベイタウンのタワマンと、ちょっと気になる方は気になるかなとは思います。クロスの西はそんな被ってこないでよかったですよね。クロスの西結構最強でしたよね。今スカイのエントランス想定付近の雪道から歩いてみたんですけど、これイオンにはちょっとクロス側の方が近いかしれないですね。駅はこのスカイの方が近いですけど、まあ、実際にスカイのエントランスからアプローチのとこから歩いてるわけではないので何ともですけど、雪道だけで見るとクロス側の方がスーパーまでの動線は良さそうな感じではあります。まあそんな大差はないですけどもね。そうそう、イオンスタイルでカレーの具材を買い込みましょう。はい、ということで買い込んでまいりました。本日はですね、こちらハウス食品のですねタコライスソースというものにしました。たっぷりのひき肉、そしてこちらモデルルームでよく出てくるお菓子でございます。ロータスビスコフオリジナルカラメルビスケットでございます。これ美味しいんですよね。さあ作っていきましょう。クッキング、4皿分のですね材料を炒めております。ひき肉、玉ねぎ、そしてニンニクも入れました。はい、水とルーを入れてですね数分煮込みまして完成でございます。いいお湯にがします。はい、ライスも炊けました。うわお。はい、盛り付けました。美味しそうでございます。いただきます。うめえにゃ。